やっつけたんだよね。つけられたというか、定時で帰られたというか。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。なるほどね。パーティーが4人男性な分、こう女性キャラクターは結構こうやって激しくアプローチしてくるんですね。素晴らしい。でもすごいおしとやかなタイプもいれば、結構激しいのもいるみたいな。素晴らしいことですよ。写真撮ってないかな。写真撮ってるでしょ。プロンプト頼むよ。あれ、この写真なんかちょっと顔がおーい、なんで撮ってないの。でもこの頭のやつ取ってるところが良かったですけどね。これもそうなのかな。これじゃちょっと分かんないか。いや、こんなねロボットの写真しか撮ってないんだとしたら、いやほんとね、プロンプトリストラするところでした。自分はですね、昔からその格闘ゲームとかあらゆるゲームで女性キャラクターを使うことが多いんですよ。やっぱりその戦う女性のかっこよさっていう部分もありますし、なんかその筋力じゃない部分での強さみたいのがね、やっぱ好きっていうか、まあでもテクニカルキャラが多いんで使いこなせないっていうのもあるんですけども。おっと、改めて船旅に出ると。よし、出るか。了解。さて行きますか。それじゃあ出発。何これ、いきなりどうしたんでしょうか。完全に関係ない脇道に。森か、モンスターがいっぱいいそうだね。アイテムありますけど、飯は自給自足だろ。楽しそうじゃない。キャンプ的な感覚としては楽しいでしょうけどね。でもキャンプ場に出るクマを倒して食べようってわけじゃないですから、まあ、グラディオラス以外しか楽しめないでしょうね。あ、イリスまだいた。あれ、いきなりこんな。そういえばたまにチョコボがね、人乗せて走ってるの見かけるな。ねえ、チョコボってもう乗った？私乗ってみたいな。あ、乗りました乗りました。お、じゃあ乗ろうよ。ノクト、チョコボを呼べるか。え、あ、多分呼べますけど。あ、すいません、契約してません。チョコボは近くにありますか？いや、ないと思いますよ。ああ、ちょっと贅沢言わないでください。お、こっちもですよ。そう、徒歩で行きたくないのは山々ですけど。ちょっとね、あれ有料なんですよ。あれ、川渡れない。いいぞいいぞ。あ、ひそひそって風が気持ちいい。あのアフレコの台本にひそひそって書いてあったから、ひそひそって言っちゃったんでしょうけども、なかなかひそひそとは言いませんよね、人間社会。何これ、シーデビル。戦ってみましょうか。よっ、こんなん一瞬で終わりだ。嘘、なんか色が強そうですよね。なんか毒とかもつけてきそうな。あ、イリスも戦ってるんですか、もしかして。受けてみろ。食べられてる。さてどうする。ありがとう。すごいヒーラーだ、初めてだ、女性キャラクターだ。おお、画面どうした。すごい、これイリス味方いいですね。回復してくれてると思います、わかんないけど。あ、すごいイリス、エクスプリ、エクリプス。これ使って。ほら、どうだ。ごめん、ちょっと狭いな。その調子だノクト。あ、
倒せた。みんな強いね。え、そうかな。うん、すごいよ、かっこよかった。よく言われます。はいはい、世辞だ世辞。よく言われます。いいですね、回復してくれる。てかまあ普通に考えたらね、これが正しいパーティーですよね。アタッカーがいて、タンクがいて、ヒーラーがいてみたいな感じなんですけど、我が軍にはねその発想がないんですよ。アタッカー4人なんですよね。一応グラディオラスがタンクといえばタンクなんですか。あれ、パーティーが減ってる。もしかしてブロンプト負けたのか強行。あー、なんかカップルみたいだな。イリスが隣走って、あれ敵だ。気をつけろ。何これ、ちょっと新しいモンスター出てきすぎじゃないですか。バイコーン。確実に1匹ずつしてる。仕方ねえな、馬ですけどね。ノクト。はいよ。しっかり敵を見極めて、もっと気を、はいはい、ほらイリスに使わせてみましょうか。さて、はい、なんだ、なんだちょっとわかりませんでした。どういう技なんだろう。あれ、イリス結構徒手格闘に引いててるグラップラーなんですかね。今相手の首をひねって折ったみたいな感じですか。みんな負けないでよ。お疲れ様。お前は大丈夫か。うん、みんなのおかげでね。いや、謙遜してるけどかなり強いぞ。ほ、もしかしてイリス成長株なんじゃないでしょうか。昔このノクティスもコルに育ててもらって今のノクティスですから、あの過去がなかったら今のイリスには絶対かなわないような存在ですよね。イリスあんな強いとは。なんかさっき回復してくれたような描写があったような気がしたので、なんかヒーラーなのかなって思ったんですけど、武闘家っぽいですかね。ファイナルファンタジーでいうところの文句でしょうか。文句はちょっと違うか。が僧侶ですからね。着いたダンジョンです。マルマレームの森。行ってみるか。ああ、注意を怠るなよ。楽しそうな。何が住み着いているかわかんねえからな。いきなり出てきた。なんだこれ。さあどうする。正面突破。マンドレイク。後ろは任せろ。なんでしょう、これ木の精霊みたいな感じなんですかね。なんか話し合えば分かってもらえそうな感じもしますけども。やったね、みんな。お前も無事でよかった。見かけ次第やっちゃいましたね。嬉しくなるとついやっちゃうんだっていう。しかしなんか唐突なダンジョンですけども。森か、変な虫いたらやだな。アイテムとかあるんでしょうかね。 あるわ、落ちてますね。イグニス。イリスどうした見てないで。ちょっと手伝って。さてどうする。ここでもイベントに関係のない場所ですから、おそらくいいもの落ちてるんじゃないですかね。楽しみだな。いい感じだ。当然サンダーボルト。ほら落ちてるじゃないですか。サンダーボルトですよ。サンダーボルトだよ。ほらー、すごいすごいすごい。なにこれ、来ちゃいけないとこ来ちゃったのかな。48から131から345。あらまあ、これすっごい。いや、来てよかった。しかもな、分かりやすいとこ落ちてるなんて。なんか珍しそうなものありそう。あるあるある。ええよ、入ったばっかだろう。そう簡単には見つかりっこねえだろ。ちょっと待って、適正レベル超えてますよこれ。イグニス、
37。助かった。起きちゃいけないところなのかも。強い。助けて。痛い。助けて。助けてちょ、ダメだ、これ発動しましょう強すぎる。お疲れ様。いや、きつい。お前大丈夫か？うん、みんなのおかげでね。いや、かなり強いですよ、これ。そうか。どうした、イグニス？新しいレシピを思いついたぞ。新しい食材まである。油断するなよ。分かった。いやー、これ終わってる。マジかー。さっき一体でも苦戦したのに。どうしよう。いや、これは正気を失っている。あ、正気を。せっせい。あー、どうしよう。マジでマジで正気を失ってる。困りましたね。まあ、レベル高い相手にもテクニック次第では戦えるゲームではあるんですが、これは魔法を使いましょうか。多分サンダーよりもファイヤーじゃないかな。タクト、これ。ありがとうございます。やべえ、また混乱した。ちょっと待って、イリスとかに向けて撃っちゃった。いたたたた。いや、助けてくれ。ありがとう。いや、これマジで強い。エグニス、修正。オッケー。はいよ。やれるかな。ファイヤー熱い。どうしよう。火力が足りてないな。こっちだよ。頑張れ、みんなちょっと頑張って。ポート耐えて。痛いよ。あ、回復してください。頼みます。混乱もしてるんで頼みます。ああ、もうダメだ、もう終わりだ。十分に力がつくまでは俺たちは。はい、耐えります。いけるか。ちょ、なんでイグニスダブリングできないんだ。いけるか。イグニス頼みます。すげえ、そんなことできんのか。アミスティア家の娘って何ですか。ちょっとまた混乱した。まだ2体いる。地獄なんですけど。ブランタ、しっかり。さあ、ありがとう。どうしよう。気持ち悪いな。入金も釣ってね。やばい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 。めちゃくちゃきつい。どうしよう、また酔っ払ってる。ごめん。終わり。よしよし、ガッシュしてる。ゲージがたまらないな。まだ適正じゃないんだ。いや、イリス、そんな場合じゃない。この緊迫した瞬間は残せないでしょ。じゃあ今度、はい、エグミス。いや、頼みますよ、イグニス。おいよ。よしよし、いけるいける。なんとかなるぞ。あと、イリス、イリスちょっと働いてくれ。イリスだけ、なんかこの中でレベルがちょっと高いっぽい。大したもんだぜ、パンプト。よかった、よかった。あんまり経験値もらえない。無事か。私は元気。ノクトは？そっか、俺も全然平気。いや、あ、ダメだ。あ、こいつらは弱い。なんでだ。あれ18レベル。シルベ発見。なかなかキャンプに最適な場所じゃねえか。なんでいきなりこんな弱い敵が出てきたんですね。また硬いだけで心配なんです。さすがに弱いですね。びっくりした。キャンプ場だ。
っとキャンプのバフをつけましょうか。ついたかな。夕飯の支度をしなくてはな。私手伝うよ。マジかよ。かなりやっぱ女性キャラクターいるだけで、でも分かった。逆に言うとですよ、なんかちょっとこうなんて言うんでしょうね、なんかね生々しさも出ますね。ちょっとなんかそのやっぱファイナルファンタジーって言うから、いやファンタジー的じゃなくちゃいけないんですけど、パーティーなんか女性がいるとなんかちょっとこうなんでしょうね、自分もなんかこうワントーン声が大きくなるというか、それはあんまり良くないですかね。これバフつけましょう。バフつければ多分この厳しめのダンジョンでもいけるかもしれません。攻撃力欲しいかな。これですかね。あでもどうしよう、いやでもこれかな。かなり強めのバフつけないとこの先の敵は倒せない気がしますよ。いやー傭兵隊長のカスレちょっと大丈夫ですかね。なんか傭兵隊長の肉を煮込んだんじゃないかっていう疑念がずっとあるので、今もそんな気がちょっとしちゃいましたね。かわいいよな。いい感じでしょ。うん、これは将来はプロカメラマンになれるかもね。さすがにそこまでは無理だよ。え、本当に？プロフトめちゃくちゃめちゃくちゃいい椅子取ってるんだけど。すごい。これはちょっと。あれ、ゲンティアナか？本当だ。ゲンティアナだな。いたか？ゲンティアナ。ゲンティアナさん。いたっけ？映っているのなら。いたということじゃない。どこ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 。そっか、全然いた記憶ないんだけどな。映ってます。どれですか。すごい決まってるな。え、でも本当わかりません。え、どれどれ、心霊写真みたいなもんなんですかね。ゲンティアナどこにいます。どの写真見て言ったんでしょうね。これ、このモンスターがゲンティアナさんってことですか。あの目つぶってる女の人ですよね。いやわかんないな。なんかさも当たり前のように言ってるけど、こっちには伝わらないっていう時の怖さありますよね。こっちに道が続いてんな。とっとと先に進もうぜ。いきなりここ狭。そうですね、この先は気ぃつけた方が良さそうだな。でもね、狭い道の方が迷わなくて助かりますけど、嫌な予感なんかいる、なんかいる、やってやる、やってやるぞ。お、開けたとこに出ました。シャー少佐だって戦いに勝って出世したんだ。行くぞ。やれる、やれない、助けてください。なんだこの怪獣。ちょっとみんな見てないで。よろしく。いで、あ、ちょっと待って、回復回復集合しろ。はいよ、はいよ、からの本気で行く、本気で行く。よい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 よ、体力減った？体力減ってます？相手の体力全然減ってない。マジか。あ、でもなんか熱出てる。クラッシュした、クラッシュしましたよ。味方何やってる、なんかやってる、戦ってる。これありがとうな。プロット、これだ。てやエグリス指示。あー、せっかくダウンさせてるのに回復しちゃった。でもね、結構きつかったですよね。いや、ポジポジしてる。でもやっぱダウンしてるときはダメージ食らいやすいんですね。なんかなんとかなんとかなんとかみたいな、モンスターをハンティングするゲームあるし、あれにちょっと似てるかもしれませんね。受けてみろ。はい、よし、終わり。なんかすごく弱かったです。お宝。あれおかしいな。なんか
かなり行こうよやばいなって思ってましたけど、うん